皆さんこんにちは。タイ週刊ニュースの時間です。このコーナーでは私ユタがタイで起きた1週間のニュースを独断と偏見で選びまとめてお伝えしています。今回は6月6日から6月12日までのニュースです。今週はサトゥーンでラックレイサトゥーン開催、環境の日で環境保全活動、日本から来た肝臓がん発見機タイでデビューへ、そしてスワンナプーム旅行者増加で準備万端の3つです。それでは最初のニュースです。まずは6月8日のカオスからです。เปิดกิจกรรมรักเลสตูลคืนความสมบูรณ์ธรรมชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกสตูลでラクレイサトゥーン開催環境の日で環境保全活動ということで、ちょっと見ていきましょう。สตูลจัดกิจกรรมรักเลสตูลคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงทะเลส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเพื่อการพักผ่อนということで、6月5日は、環境の日ということで、これタイにもあるんですね。で、タイ南部マレーシアとの国境近くにあるサトゥーン県では、サトゥーン自然保護団体が主催するラックレイサトゥーンというイベントが開催され、関係者やボランティア、そして学生など総勢200名が参加しました。このイベントでは森林保全のために植物を植えたり、またはビーチでゴミ拾いをしたそうです。ビーチで拾ったゴミなどはしっかりと仕分けして、リサイクルできるものはリサイクルされるそうです。タイ南部はですね、とても海が綺麗で、毎年大勢の観光客が訪れます。その影響でビーチにはゴミがたくさんあります。例えばね、ヤドカリがガラス瓶や缶をね、スビカと間違えたなどといったニュースをね、以前目にしたことがありますが、まあ貝殻の代わりにガラス瓶のかけらを踏みそうになってヒヤッとしたっていう経験は自分にもあります。日本人はゴミを持ち帰るとか、世界的に見てもね、環境への意識が高いことで有名ですけど、まあ、外国人はね、自分のゴミを持って帰るという、まあ、習慣はないので、もっと罰金を高くするなどしてね、ゴミのポイ捨てには厳格に取り締まってほしいと思います。それでは次のニュースです。こちらは6月9日、バンコクポストからです。 Liver Cancer Detection System from Japan to debut。 日本から来た肝臓がん発見機タイでデビューへ。 A world leading system developed in JapanTo detect liver cancer is to be introduced in Thailand, where the disease is a major health issue. ということで、肝臓がんを検出するために日本で開発されたハイテク医療機器がタイに導入されるそうです。通常超音波検査機ウルトラサウンドを使用すると5センチ以上の腫瘍しか発見できないんですが、この最新の機器を使うことによって2センチ以上の腫瘍を発見できるとのことです。調べによりますと、タイは肝臓がんの患者数が世界第8位で、全国に約1万5000人もいます。その主な理由としては、肥満や油の多い料理の食べ過ぎ、そしてアルコール飲料の飲み過ぎが挙げられます。タイはね、揚げ物など油が多い料理が多いですし、タイ人も油っこいものが大好きですから、まあ、肝臓がん患者がね、多いっていうのも納得です。だからね、こういう機械を導入して早期発見早期治療をしようという試みです。タイは医療水準は高いですけど、まあ、医療費も高いため、適切な検査適切な治療を受けられない人がとても多いです。まあ、だからね、こういうハイテクな機械が導入されても、高級私立病院でごく一部の人間しか検査を受けられないのでは意味があまり
ないんじゃないでしょうか。まあ、ローカルな病院でもね、なるべく安い料金で検査が受けられるようになってほしいです。では最後のニュースです。6月10日デイリーニュースから、ハーカーサイアンスワナプーンプロムハイゴリカンプードイサンティーパーマークーンということで、スワンナプーム旅行者増加に準備万端。ハーカーサイアンスワナプームユニアンプロムハイゴリカンプードイサンティーパーマークーン朗着ティラタバンミナヨバイプロパテテムルーバーバンタイワンティーネンミトナヨンパティパンマคาดตลอดเดือนมิถุนายนมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 70,000 คน6月1日にね海外の入国規制が緩和してから1日約7万人もの旅行者が国内外を行き来しています。それがね、この記事によりますと、国内が約2万8000人、そして国外が約4万2000人、そして1日460便が飛び交っています。それは国内220便、そして国外240便、これ1日ですよ。そんなね、旅行者がもっと空港を便利に利用できるように、空港側はより良いサービスをね、そして従業員の増加を実施しています。カウンターは318個、自動チェックイン機を196機などが準備され、旅行者はねフライトの3時間前からチェックイン可能です。規制が緩和されてね、旅行者が増え、空港側も本気を出していますね。まあまだコロナはね油断できないんですけど、もうちょっと感染者数が減ったら、私も本気を出して、旅ロケでもしようかななんて思います。それでは以上が今週のニュースでした。ご視聴いただきありがとうございました。